おー、びっくりした。おー、びっくりした。今までで最大びっくりした。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつもご視聴ありがとうございます。では、ミサはね、今日はちょっと最終回になるかもしれないので、交互期待ということで、前回ね結構進んで白百合を捧げて屋上に来てくださいということで、屋上で3人自殺した人を成仏させたのかな。で、5つ目の手がかりを取ることができました。ここにあったのは泥まみれの革靴ですね。で、あと1つキーアイテムが揃ってあっこの祭壇に捧げれば呪いから解かれるということなので、頑張ってやっていきたいと思います。はい、と言ってもここで手がかりがなくなったんだよな。なので困った時は図書室ということで、図書室に行きましょう。ヒントを聞く。呪いを解くにはこの学校に隠された6つの鍵を祭壇に捧げないといけないんです。6つの鍵はキーアイテム一覧で確認できますよ。これがあと1つなんだよな。あ、それだけかも。会話しよう。異界に飲み込まれたせいで学校がめちゃくちゃになっちゃいましたね。まさか私の部屋と図書室が繋がっちゃうなんてびっくりですよ。え、マジか。え、意外な展開。異界と繋がったのか。え、うごうぐごう、寝とるんかい。でもここになんか棺桶っぽいやつがあるのが気になるんだよな。なんかトーマが直行しそうな感じだよな。これ読んだな。太みの怪人はいました。美味しいお菓子ありがとう、ジャック。お礼に呪いの力を授けましょう。太めの怪人って美味しそうね。もうここは関係ないし、ここになんか垂れてたんだけどな。これは関係ないのかな。関係ない。これは関係ない。ん、お、どのページを読みますか。ソルマンドレイクについて。ソルマンドレイクは塩でできています。すりおろすことで塩が採取できます。清めの塩みたいな感じ。マンドレイク部門の中身は火薬が詰まっています。衝撃を与えると数秒後に爆発します。その威力は頑丈な矢をも破壊します。あ、ちょっと待って。ソルマンドレイク。だから、塩でできている。あ、すりおろす。わかった。あるじゃん。すりおろせるもの。食堂に。びっくりした。ベリは電話の音にびっくりして。まあ確かにびっくりしたわ。壁に激突してそのまま息を引き取った。なんだよ。いや、わかるけど、そうしたい気持ちもわかるけど、もう確信に迫ってきたからさ。カプセルを制御する機械のようだ。起動させますか。ちょっとここは EA でセーブしとこう。で、ちょっと起動させる。かわいい。こいつすりおろして塩を多分撒くんだろ。うわ、追い詰められた。かわいいで、金属バットで殴る。違うな。あ、やべえ、これハマったんじゃないか。あ、これやべえパターン。やべえパターン来たよ。あー、びっくりした。すり抜けた。これをひょっとして食堂まで誘導するってこと？え、そうなのかな。ついてきてくれるんだろうか。あ、ついてこない。やっぱり違ったか。ついてこない。どっかで捕獲しないといけないのかな。これをすりつぶすために。
大根ぐらいの大きさのものは簡単にすりおろせるだろう。あー、持っていけないのか。でもここに、これですりおろすんじゃないのかな。逃げ出した。あ、これ、お、あ、そういうことか。電話の音にびっくりするんだ。あー、でこれで持っていけるのかな。絶命している。おお、やったぜ。偶然だけど、自分が何回も引っかかったやったやつがヒントがあったとは。でこれでなんか笑けるな、この展開で。こうか。で電動すりおろし器だ。で、すりおろせる塩を手に入れると、すごい音で、塩を手に入れられたと。で、ここでセーブ。さあ、ちょっと実際セーブもしとこう。1時間55分、もう2時間近くやってる。あの塩か。あ、そうかそうか。ここに何かいたよな。あいつをなんか成仏させる的な感じじゃない？こいつこいつこいつ。怖っ。よし、これで。あ、違うのか。こいつじゃなかったか。こいつかな。ここかな。お、ここだ。メリカは塩をまいた。悪霊の気配が消えた気がする。おしおしおし。でこっち行くと、お、なんかある。部屋がある。おお。あ、でここ部屋になってたんだ。あー、で、え、悪霊のようだが襲ってこない。まるで何か襲われて死んでいるかのようだ。ちょっと待って、ここでセーブだ。何かに襲われて死んでいるかのようだ。え？ベートーベンみたい。どうして聞いてくれないの？あ、座って最後まで聞くってこと？怖いな。誰も私の演奏を聞いてくれない。じゃあ聞くか。こっちに行こうか。グランドピアノは誰もいない音楽室で隠れて弾いてたのを思い出した。まあ弾こう、ここは。お、演奏会。めっちゃうまい。実績のロック解除したし、ベリカめっちゃうまいし、まあね、実際のベリカもピアノうまいから合ってるわ。まあ死んだけど。じゃあここで弾かないを選択か。うん、何もならなかった。ん？誰も私の演奏を聞いてくれない。まあじゃあ聞こうか。たどたどしすぎるだろ。よし、最後まで聞いたぞ。聞いてくれてありがとう。うわ、怖っ。お礼に私の宝物あげるね。鍵のかかった小箱を手に入れた。で、小さな鍵で開けると。鍵のかかった小箱の鍵穴と合いそうだ。よし。お、魔除けの鈴を手に入れた。あ、魔除けの鈴こっちじゃないのか。キーアイテムじゃないのか。魔除けの鈴を手に入れた。
まだ結構奥があったな。奥が深いな、このゲーム。魔除けの鈴。この魔除け、効力が弱まってますね。持っていても効力はないと思います。力が弱ってる悪霊にならもしかしたら。力が弱ってる悪霊っていたっけ？まさかこいつらじゃねえよな。食欲旺盛だからな。違うよな、多分な。こいつも全然力弱ってねえもんな。あと誰かいたっけ、力が弱ってる。でも一つ気になるのは、あの死んでる悪霊っていたよな、ここに。こいつかな。違うな。落ちてこないもんな、もうな。違うな。男子トイレなんかいたっけ。くっさーい、くっさーいって、あのなんか頑張れルーヤがね、草屋の顔突っ込んだ時にくっさーいって言ってたけど、アメトークかなんかで、あれ思い出したわ今。1、2、3、4、5、もう6か、あと6。まあ、ここは多分クリアに関係ないんだろうけどな。まあ、やり込み要素の一つとして。まあ、あと一つ考えられるのは、あの洞窟の、あれ？もう洞窟行けないじゃん、これ。関係なかった。ここだったか。びっくりした今。何気なくやってたら、魔除けの鈴砕けてしまった。あ、ここだったのか。びっくりした今。お、で、こっちに行けるんだ。わあ、怖い。あー、怖い。セーブ、セーブ。お、なに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 。なんか眠ってる。人形が飾られている。どうして学校にこんな部屋が？一体誰の部屋なの？会議室の中にあるってことは、あの怪物の？まさかね。ん？確かにあのチェーンソー男の部屋か？美しい女性の人形だ。ドレスローブにそぐわない赤いブレザーがかけられている。これ、うちの制服じゃ、まさか。汚れたブレザーを手に入れた。お！来たー！来たー！これ見よがしに寝てる神父が怖い。お、誰だこれ。少年が眠っている。ガラスに文字が浮かび上がっている。ベリカ、僕はもう一人の君だ。あ、僕はもう一人の君か。僕たちは出会うことはないだろう。それが運命なんだ。だけど僕は君のことをずっと見守っているよ。お、もう一人の自分。実績6解除した。もう一人の自分がここにいたのか。少年なんだ。いやいやいや、自分女を選択してるからちょっと矛盾生じねえか、これ。おお、びっくりした。おお、びっくりした。今までで最大びっくりしたかもしれん。びっくりした。しかもまたこっからか。焦ってオートセーブしてなかった。あー、びっくりした。よしよし。あー、びっくりした。あー、で、ここでセーブ。
あ、今心臓止まるかと思った。ああ、でもこれでもう行ったな。さあ皆さん、行きますよ。ついに6つの鍵手に入れましたよ。ここじゃないわ。ここを避けて行きましたよ、行きましたよ、行きましたよ。当然ここでセーブしますよ。とりあえずよし、はい、おお来た。捧げました。すべての鍵を祭壇に捧げた。しかし何も起こらない。どうして何も起きないの？え、何も起きないの？おい、まさかの何も起こらないのかよ。もう捧げたぞ。え、もうすべて捧げた？おかしいですね。どうして呪いは解けないんでしょう。鬼ヶ原会長なら何か知ってるかな。会長さんのとこに行くのか。寝とるだけかい。会長教えてくれよ。そうですか、呪いを解く鍵を祭壇に捧げたのですね。捧げてきたのですね。あ、そうですか、呪いを解く鍵を祭壇に捧げてきたのですね。ですがこの様子だとまだ呪いは解けてないようですね。やはり生贄が必要みたいですね。生贄？縁の間の赤い墓石を見ましたか。死んだ後あの赤石に名前を刻まれる者の魂は少女の魂を解放するための生贄となるのです。赤石の数は4つ、4つすべてに名前を刻まなくてはなりません。すでに4つの墓石のうち3つに名前が刻まれているようですね。あと1つ足りないですね。あと1人誰かが犠牲になれば。それなら私が犠牲になれば。それは無理です。あの墓石は少女の恨みの念が作り出した道具。少女が恨みを抱いた人物でなくてはあの墓石に名を刻むことはできないでしょう。あなたは少女を救おうとしている。そんなあなたを少女は恨んだりなどしていませんよ。さてまだ他に生き残っている者がいるようですね。誰を犠牲にするかよく考えておいてください。ミサオちゃんが恨んでる相手か。じゃあもうトーマくんしかいないじゃない。じゃあトーマくんのとこ行こう。え、トーマくん他に誰かいたか。倉田先生か。よし、ここはちょっとまあまあ普通に考えたトーマくんだよな。こいつ寝とるし。グゴーグゴー。ミサオちゃんが恨みを抱いてる相手って残りはトーマくん以外考えられないわ。うわー、ちょっと待って、倉田先生もできるかどうかやってみよう。じゃあどっちかなんだよな。そうなるよな。あと生きてるのってもうそれしかいないもんな。その二人しか。まさかのナーコを犠牲にするっていうのもあるけど。どうした？呪いはまだ解けないのか？話を聞いてくれなかった。先生のことをミサオちゃん恨んでいるかもしれない。先生が犠牲になればきっと。どっちだ。究極の選択だな。ちょっと待って、とりあえずセーブして。よし、じゃあ倉田先生にするか。トーマくん、まあ好きだって言ってたからな。女の子の一途な気持ちを考えると倉田先生だろ。はあはあ、血が止まらないな。先生大丈夫です。すぐ楽にしてあげますよ。えげつないな。え？ああ。うわ、すごい吹っ飛ばしたんだな。で、これで行ったらいいのか。うわ、なんか後味悪そう。あ、4つ。破壊し、これ、あれしてるな。お、光ってる、光ってる。お、トーマくん。メガネ女から聞いたぜ。やること全部やったんだろ。どうなったんだ？鍵は全部揃った。これでミサオちゃんは救われるはず。
お、抵抗したらどうなるか分かってるよね。こないだの写メばらまかれたくなかったらおとなしくいい子にしてんのよ。それじゃあたっぷり稼いでね。あ、そうか。なるほど。ミサオちゃんが閉じ込められて、あ、あの少年ってベリカのもう一人のクローン少年？もうやだよ、もうやだよ。誰かいるのか？ああ、先生か。隠れてないで出てきなさい。この声、倉田先生。何をしてるんだ、ここは男子トイレだぞ。うー、先生どうしたんだ。うわあ、先生は親身になって聞いてくれたっていうことなんだな。少し落ち着いたか。はい。何か辛いことでもあったか。悩みがあるなら遠慮なく話してくれ。先生がどんなことでも相談に乗ってやる。え、先生はミサオちゃんの相談に乗ってあげていた。彼女は行方不明になる前日俺を訪ねてきたんだ。何か相談があったんだろうが、俺は忙しくてろくに彼女の話を聞いてやれなかった。彼女が苦しんでいたことは知っていた。あの時ちゃんと話を聞いてやれば彼女が消えることはなかったかもしれないのに。倉田先生めっちゃいい人だ。どうしてあんな嘘を。先生には言えないことか。先生、私、私失恋したんです。バカみたいですよね。失恋したぐらいでトイレに閉じこもって大泣きするなんて。そんなことはないさ。俺だって若い頃失恋した時は夜が明けるまで学校のトイレに閉じこもって嘆いたものだ。そうなんだ。暗い過去を持ってるな。倉田先生でも失恋したことがあるんですか。いや、割とありそうだけど。俺は失恋するのはおかしいか。あ、だってあの先生優しくてかっこいいし、みんなからモテモテだし。あははは、学生時代は地味でどんくさくて全然モテなかったんだよ。そうだったんだ。地味でどんくさいだなんて、なんだか今の私みたいです。そんなことはない。君はとっても魅力的な人間だよ。先生、君はそこらにいるバカ女たちとは違う。真面目で優しくて物静かで、俺はね、君みたいな子が大好きなんだ。うわ、やばい展開。まさか。先生、ミサオ。え、先生、いや、話してください。君の手とても綺麗だ。あー、やばい展開来たな。冗談はやめてください。綺麗だよ、ミサオ。先生までベロン。ベロンか。ヒー、いや、ミサオ。いやどうして逃げるんだい。俺のことが嫌いなのかい。さっきは俺のことを褒めてくれたじゃないか。さあ、こっちへおいで。いや、開かない。どうして。開かないように細工させてもらったよ。二人の時間を誰にも邪魔されないようにね。お願い、開いて。あ、で、あの少年が助けに来るんじゃないか。いや、来ないで。あちゃー、はあはあ言ってる。いやー、かわいそうだな、ミサオちゃん。なぜだ、なぜみんな僕を拒絶するんだ。どうして。僕を拒絶するなんて許さない、許さないぞー。いや、普通拒絶するだろ。怖え、先生。これで君は僕のものだ。あ、先生が殺したっていうことか。なるほどな。怖え先生だな。今のは倉田先生がミサオちゃんを。学校が元に戻ってる。ほんまだ。ミサオちゃんが呼んでる。おい、どこへ行くんだよ。へえ、なんか切ない話。うわうわうわ、掘り起こすのか。あ、ミサオちゃんいた。あ、涙流してる。
なんかちょっとバッドエンド感があるな。ミサオちゃん見つけた。見つけてくれてありがとう。怖っ。ミサオちゃん。そして日が差す。空が明るくなった。ミサオちゃん苦しみから解放されたんだね。なるほど。最後はベリカが解放したと。確かここが生徒会室よね。お世話になったんだし、ちゃんと挨拶しなきゃね。でも鬼ヶ原さんいるかな。キャー。君、そんなところで突っ立って何してるんだ。あの鬼ヶ原さんはいますか。鬼ヶ原、誰だいそれは。生徒会長の鬼ヶ原さんです。何バカなこと言ってるんだ君は。生徒会長はこの俺だ。鬼ヶ原なんてやつ生徒会にはいないよ。鬼ヶ原の謎が残るっていうね。まあもうあのいた時から謎の男っぽかったけどな。いつもの日常が戻ってきた。彩香や吉野たちはいない。ミサオちゃんを殺した倉田先生も。でもそれを気にする人は誰一人いない。すごいたくましい生徒たちだな。異界で死んだ人たちは存在をかき消されちゃうのかな。でも私は忘れない、みんなのこと。それに吉野や倉田先生がミサオちゃんにしたことも全部なかったことにするなんてできないもの。なんか東馬くんが生きてるっていうのもな。もしかして鬼ヶ原さんも異界で死んじゃったのかな。まさかね。あの日から鬼ヶ原さんとナーコちゃんの姿を見ていない。二人がどうなったのかわからないけど不思議な人たちだったな。こら、よそ見してるやつ、ちゃんと前を向きなさい。ごめんなさい。クス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 。平和だな。ミサオちゃんは依然行方不明のままだ。私が見つけたミサオちゃんの肉体は跡形もなく消えてしまった。もう彼女が発見されることはないかもしれない。でも大丈夫、ミサオちゃんは最後笑っていた。きっと苦しみから解放されたんだ。これでよかったんだよね、ミサオちゃん。お、ミサオちゃん、トーマくんの後ろに。怖っ。これ最後怖っ。うわー、ネクラファンタジーマップチップ素材集、ネクラポチキャラチップピポやー、フリ音楽素材。おー。はい、というわけで、うわぁ、なんか遊びがいがあった、なんかこう充実感があるホラーゲームでしたね。とやっぱりちょっとびっくりするところも途中ありましたが、まあなんとかクリアできました。じゃあちょっとクラタエンドも見てみますかね。トーマくんをちょっと殺してクラタエンドを見てみましょう。はい、これで実績のロック解除するのかな、とりあえず。ああ、ノーマルエンド2。はい。じゃあ、お、新エンディングって書いてある。まあまあ、でも、はい。じゃあ、トーマエンディング見たいと思います。はい。じゃあ、ここまで来ましたので、トーマくんを殺す方のエンディングいきたいと思います。はい。トーマを生贄にする。はい、ジャックン。はい、じゃあ行きましょう。あ、違った。さあ、これでどうなるかな。倉田先生、彼女はどうなったんだ。鍵は全部揃った。これでミサオちゃんを救えるはず。まあ、倉田を生かすってなんか嫌なんだけどな。まあまあ。そこはいいだろう。抵抗したらどうなるか分かってるよね。こないだのシャメばらまかれたくなかった。おとなしくいい子にしてんのよ。それじゃあたっぷり稼いでね。お、なんだこの男の子は。違う展開が待ってる。もうやだよ、もうやだよ。う、誰かいるのか。隠れてないで出てきなさい。この声、倉田先生。何をしてる、ここ。あ、この辺一緒か。この辺りは一緒か。
で悩みを聞く。見てみろ、いつもの風景に戻ってるぞ。君が呪いを解いてくれたおかげだな。先生がミサオちゃんを。そうか、君にも見えてしまったんだね。私も殺される。先生、私誰にも言いません。逃げなくっちゃ。本当です、私は先生。おーっと、来たー。これバッドエンドじゃないか、これ。うひくぐす、みほさん。どうした、帰らないのか。先生、泣いてるのか。困ったことがあるなら先生相談に乗るぞ。うわ、こいつ悪いやつ。今日友達と喧嘩しちゃって謝ったのに、もう私のことなんか友達じゃないって。そうか、それは辛いね。私には真帆しかいないのに、真帆がいなきゃ私ひとりぼっちになっちゃう。弱音を吐くな。大丈夫。時間が経っては相手も許してくれるさ。だから元気を出せ。こんなところで一人で泣いてたって状況は変わらないだろ。うん。さて、外もだいぶ暗くなってきたし、もう帰ろう。先生が家まで送ってやる。うわぁ。第二の犠牲者出るのか。あ、これで終わりか。なるほど。先生はやっぱり生かしておいてはいけないんだな。でもこれノーマルエンド1だろ、多分。なるほどなるほど。キポヤ。さっきと一緒だ。フーリッシュキングダム。花園フォント。人出なしの空間。すげえな。制作人出なしの空間。バッドエンド。お、実績の6、バッドエンドだった、これ。で、ここで新エンディングがあると。はい。じゃあちょっと長くなったので、とりあえずノーマルエンドクリアしたので、ここで終わりたいと思います。じゃあ次回ですね。まあ今回で終わりって言ってたんですけど、次回真のエンディングまで見たいと思います。でこの下のハテナも気になるんだけどな。はい、では、また次回真のエンディング共に見ましょう。ユーロでした。バイバイ。